昨日、姉に呼ばれて家に行ったら、隣がドイツ人になってた。PC 直してたら、ピンポン鳴って、ドイツ人突入、で俺びっくり。ドイツ奥さん、金髪美女が、満面笑顔で何かまくし立ててたけど、俺フリーズ。義兄は英語できるから、ドイツ旦那と義兄は英語で会話。姉は日本語しかできないのに、ドイツ奥さんと姉は。ドイツ語と日本語で会話。でも、なぜか通じてる、ほぼ手振り。義兄に聞いたら、姉が、奥さんに、浴衣の作り方をレクチャーしてて、昨日ようやく出来上がったから、嬉しくて店に来たらしい。うんちゃらかんちゃら浴衣。ここ日本語、綺麗。日本語。とか言ってる奥さんに、うんうんうなずく姉。通じてる。俺は、ドイツ旦那に、本当に弟か？って聞かれた。義兄と姉は、年の差夫婦。義兄がかなり上だから、ドイツ夫婦は、アジア人は、若く見えるというが、それは女性だけなのか？と悩んでいたらしい。悩むなと思うが、からかわれてるんじゃ？日本人が嘘つくはずない。と話し合ったとか。日本人をなんだと思ってる。ドイツ奥さんは、これから巾着を作るんだって。料理も習ってるって言ってた。手振りで？って思ったけど、奥さん楽しそうだった。仕事で来日したらしいけど、日本滞在を楽しんでくれるといいなぁと思ったよ。姉ちゃんに和んだ。こういう庶民派の異文化交流って、和みますね。日本人が嘘つくはずない。って、どこから、そういう発想が生まれるのでしょうか？期待を裏切りたくないですね。